こんにちは三谷幸喜ですあの。僕はもともと文楽が大好きだったっていうのもあるんですけどもとにかくそのこんなに面白い世界を全然知らない人があまりにも多いっていうのがあったんで、えー、とにかくこれだけ豊かな何かこう表現ができる世界があるんだよってことを文楽を知らない人に見てもらいたいっていうところから 始まった企画ですねでただそれだけじゃなくてやっぱり文楽をずっと愛してくださっている方も見てあなるほどとこういうやり方もあったんだっていうことも是非そういう意味で楽しんでもらいたいなと思うしだから本当あの文楽が好きな方も全然知らない人もどっちも楽しめる作品っていうつもりで作りましたしそれはなんか結構うまくいってるんじゃないかなっていうふうに思います。で やっぱり文楽といえば、ね、関西の文化だから東京で2年やっていつもは皆さんと話すのはいつか関西でやりたいねっていうのがあったんですがそれがようやく夢が叶っていよいよ関西公演というのなったんですごく僕は楽しみです、ね、その文楽の良さって何だろうと思った時に。 その僕も最初はね人形にしかできないもの人間では絶対できないものをやりたいなみたいなところから始まったっていうのがあるんだけど実際その世界に入ってみるとまず人間ができるものは全て人形ができるんですよ。それを知った時の驚きっていうのもあるしあの実際に人形を操る皆さんと相談して絶対に人間では人間の配産ではできないことを舞台でやりたいですね。 じゃあどんなものがあるんだろうかっていう考えた時に、えー、いろんなアイデアが出てきて例えばその水中シーンはどうかみたいなのもあってもちろん本当の水はないにしてもその要は空中を泳ぐみたいなで人間だってその、えー、釣ればねあのフライングでフライング的なやり方でできないことはないんだけどもそうじゃなくてもっと縦を無人に泳ぐみたいなそういうのって人間ではできないわけで。 今回クライマックスでその水中シーンが出てきますけども、それはあの本当にこう目から鱗ロっていうか、こんなことが人形院はできるんだっていう驚きは確かにありますね。大好きなシーンですね。文楽っていうと何となくイメージは人形劇っていう風な感じがするんだけど、実はそうではなくて人形がいてえ太陽さんが語って。 三味線の皆さんが音楽を奏でそれが一つに合わさって初めて独特の世界ができるっていうそれは僕初めてあの知ったことだったしあとその語りの部分で本当に僕は文楽のファンではあったんだけども実は何も分かってなくて何で一番苦労したかっていうと関西弁なんですよね太夫さんと語りっていうのは基本的に関西関西弁だから。 それをあの関西弁わからない僕がえなんかこうイメージで書いちゃったってのもあって、それはあの全部ちゃんとあの直していただきましたけども、それはなんかね言われてみると確かにそうなんだな、関西の文化なんだなってことをえ後で気づいたっていうところですかね。また関西弁のねリズムがねすごく合うんですよね。それはシャミ線にも合うしえ人形たちの動きにも合うし。

あの凱旋といった方がいいかもしれないですねやっと皆さんにお目にかかることができることになりました文楽をこういうのを愛する方も全然知らない方も十分楽しめる作品になっていると思いますこんなに素敵な文化が関西にあったんだってことをもう一回改めて確認するのもいいかもしれません是非劇場にお見えになってくださいお待ちしております